はい、エミヤです。えー、チェンマイの午前中、妻と遊んでいます。前日にね、大きなニュースがーございましたね、えー。日本でも報道されたことでしょう。38人の方が撃たれて死ぬというね。えー、タイの東北遺産地方ってのかなあ。あの辺の田舎町で起きた凄惨な大事件ですね。 えー、うち24人が、また小さい子供だった。ということに、えー、妻、心を痛めて、夜中泣いてました。ね。じゃあ、こういうとき、ね、怖いね、危ないね、気をつけようだけで終わっちゃうとね、えー、生活は小さく収まっちゃうんで、やってまいりました。ここです。ここ何すかこの汚いシャッターね、ネズミ色のね、切除されていて、ここは妻のおじさんの家なんです。ね。 妻の親父さんの弟一番下のってね、引きこもってんですね、精神病になってしまって。 で電話しししてててみみねねね悲しい事件がありままた、ね、家族の重要性みんな生きてます、ねえー、そういう風なとかの着想で、えー、あの人も家族だったけど、今大丈夫かなというね、えー、声かけてみようよ、ご飯に誘ってみようよ、ね、えー、優しい言葉をかけてみようという、そういう一環ですと。まあ、結局ね、出てきませんでした。ね、えー エミアンと確か、タ年齢が変わんないんでね。うん、一回だけ、えー、見かけたことあるかな。うちの兄貴そっくりな暗い目をしていました。えー、なんでね、引っこもっちゃったかっていう話を妻から聞きましたが、失恋です。 ね、親に恋愛を反対されて、この地域一体で一番頭が良かった彼は、どこの大学、チェンマイ大学だかなんか行ってたけど、どっかいい大学をかなりいい成績で入って、卒業しますよというね、え、時に恋に落ち、好きでしたってね。で、付き合うことになって で、えー、それをお母さんに紹介するんだね。学校、大学を卒業したら結婚しようと思います。ダメですってね。えー、このママも、まあつまり言うおばあちゃんもね、えー、おばあちゃんも相当な教育ママ、ね、ガチガチの,のあのイエスマンキッスでね、うん。あなたは私の息子です。医者になりなさい。この女の子はふさわしくありませんみたいなね。ね、そしたらあ。 女の子の方がぶち切れちゃって。えー、何をってね。私がね。あんたが私を好きだから付き合ってくれって言うんでやってんのにね。このずんぐりむっくりみたいなあ。結構ひどいこと言われちゃって、熱出して入院しちゃって、出てきたら頭おかしくなってました。みたいな。あ簡単に言うとそういうストーリーですね。はい。えー、そんなこんな、そのおじさんには会えなかったんですが、その家の前にはこの、 チェンマイでね、一番おいしいおまんじゅう屋さん、ね、肉まん屋さんがあるんです、ねえー。月平みたいなのもあってね。うん、ついわく、ここがチェンマイで一番おいしいのみならず、タイ全土でもここに勝る肉まんはないと言われているらしいです。ネット上で。エミヤンはそうは思いません。 ね、中華街に超うまい、ここより全然美味しい、えー、肉まん屋さんがありました。ね。はい。えー、で、えー、ちょっと事件についてね、えー、パパッと簡単に説明させてもらいます。どうなってますか銃社会対怖いですね,ね。ドラッグ社会ですね、はいえー。覚醒剤を使用したというね、えー、元警察官の男が、 ああ、妻と揉め、その怒りの矛先を子供たちに向けるっていうね、そういうちょっと、ね、ジャンキーならではの、と思いきや、ね、血液検査したら、覚醒剤の陽性反応が出なかったみたいなね、ことも聞きましたが、もともと彼は警察官で、犯人ね、犯人ね、30何歳,何歳、5歳 なんかその3中番の年齢忘れたけど、元警察官田舎町のね、えー、そしたら上司がね、お前、あれじゃないつって、ね、なんかやってないつって、何吸ってきたの撃っ,ってきたのってね、覚醒剤やってるよねっていうことで、えー、会社じゃなくて、職場を追われたんだ。首になったんだね、確かね。えー、そして、えー、まあ無職になって。で、その初公判、いや違う、判決か。 で散々裁判して、えー、その判決が今日なんでね、うん。その前日に、えー、そのストレスからあ銃乱射しちゃうっていう、簡単に言えばそういう事件でしたね。うんうん、じゃあ上司殺せよってもね、全然関係ない子供たちをなんで,で撃つのっていうね、うん。痛ましい。24人の子供たちが撃たれて亡くなる。うん ね、で、のべ、えー、38人だったかな。その中には、犯人自身も自殺して、で、えー、実家にいた妻と子供たちも撃って殺して、ね。えー、で、えー、保育所に押し入り、昼寝してる子供たち、ね、うちの、ね、下の子よりちょっと上が3歳、何歳とか,ったかな、2、3歳の子供たち、ね、お昼寝してて、それを撃ちまくる、ね。 で、ね、生き残ったのは一人だけっていうね。えー、子供でね。なんで生き残ったんですかって言うと、熟睡してたんだって。ね。普通、男が押しって、バンバンとかって打ったら、子供たち、痛いとか泣くよね、ギャーとかね、うん。その銃声でも起きちゃったりする中で、その子だけは、深い眠りで起きなかったんだって。で、えー、ね、三部屋ぐらいあって教室が、それ全部血の海だっていう中で、その子は起きなかったんだって。 わからん、っつってね。何があったかわからんっていうね、感じで。で、犯人もびっくりしたね。ねえ、起きねえなのお、びっくりしねえか。ね、バンバンバーンで、まあみんな起きたよねって。じゃね、動いてるものは全部撃つみたいなことで、全部ね、撃たれちゃったけど、その子だけは残ってインタビューを受けましたみたいなね。そういう動画も見させてもらいましたが、かわいそうでね。その子はいいよ。その子は生き残ってるのから。ね、何も罪もない。ね、ただお昼寝して起きたらまた遊ぼうねっていうだけの子なんで撃つの ねえ本当許せないで。妻も昨日号泣。ね、え散々泣いてた、ねえ。ひどい事件ですよ。まあ、銃社会ですね。銃社会ならではの、こういう事件はタイで結構あります。特に田舎町ではねうん。たまにニュースで見ますよね。38人亡くなるってのは結構な数の方じゃないかな。 こういう問題だけじゃなしに、その、ロヒンギャ問題、人身売買、えー、マングローブの方で、犯、えー、されて埋められて、みたいなね、えー、民族同士のとか、ほんといろいろあって、表に出てくるニュースはこういうニュースだけど、裏に対義は、もっともっと大きなね、地域ぐるみでね、えー、地元の警察も捕まえないとか、あんまり言っちゃうと怒られちゃうんだけど、うん とこう、まだまだ、なんだろう、お金、さえもらえれば何でもしちゃうっていうような、そういった人もいたり、ドラッグやっておかしくなっちゃうとかね。そんな、こんなでしたね。で、遺族には、国の方から、確か11万バーツ手当が支給されるってことを妻が言ってたから、11万バーツやりは43万円ぐらい。ね、今のあれにしてね、多分ね。そんな話でしたね。 38人亡くなる、そういう事件って日本で言うと記憶に新しいのでは、何年か前にあった京都のね、アニメーション京アニ放火殺人事件ってありましたね。あの時亡くなったあクリエイター、アニメーターの方たち、まだ若くてね、3階から 飛び降りれなくて、一酸化炭素中毒かなんかで、ね、大勢なくなっちゃったみたいな、そういう報道を見ましたが、あの時確か36人でしょう。ね、それに勝る事件がポンポン起きるってね。結構ある。うん、そんな死に方するなよってね。で、いつも弱い人間が、子供とか、もしくは、ね、移民とか、ね、山岳民族とか、ミャンマーから、 ねコンテナ、ねトレーラーに乗って、えー、なんだ、なんつったっけ、その、あのー、ね不法入国してきて、で、トラックの運転手が換気するのを忘れて、えー、みんな死んでる58人とかね、ね多いなーっていうね、中、う、引、ん、っかき傷だらけだった、爪が剥がれて、みたいなね、そういうストーリーよくタイではあるよね、怖いよね。うん で、みんなあ、そういう時逃げちゃうんだよな。なんで換気しないのつってね、うんうん。窒息しちゃうじゃん。で、忘れてました。みたいな。大丈夫かなみたいな。てへへへとね。ほん許せない。そういうの。俺、ね、考えだけでムカついちゃうんだけど、ねあ。ちょっと余談だけど、あのさ、昔さ、あの、山市高層っていうヤクザの山口組と一和会っていうね、1980年代半ばに、 3,4年、4、5年かな、続いたヤクザの大きな構想があったよね。でっかい構想があって、映画にもなった仁義なき戦いとかさ。ね、それで世界中に日本のヤクザが怖えぞ、みたいな。知れ渡ったっていうね。大構想があったね。日本ヤクザ全盛期。ねえー 一番強い山口組と武道法一和会がね、衝突して血で血を洗うとかね、ね、トラックで事務所に突っ込んでまあ大変っていうのはあったよね。あの四五年間で犠牲者、ね、ヤクザ、ね、組員と一般人含めた犠牲者いくらだと思いますその大構想、ね。その長い長い戦争で亡くなったのを 京アニより少ないから確か30人ぐらいねそんなでっかいね歴史的なあれでも30人しかっつったらね亡くなった方に申し訳ないけどいかにね心を病んでしまったもしくはドラッグでおかしくなってしまったっていう人間が理性を失った人間が危ないのかっていうことを昨日妻にもとうとうと話してねもう寝てましたけどうん聞いてなかったねそう。 こういう時嫌なのが、妻とかワンワン泣いて自分の言いたいことはわーって言うんだけど、俺がなんか言うと聞いてるんだよね、うん。気持ちでいっぱいになっちゃって。いいんだけど。うん、まあいいんだけどね。で、えー、まあ翌日になり、ね、悲しい悲しい怖いね、子供たちをね、どこに預けれようかっていうだけじゃダメだから。それだけじゃ世の中どんどん小さく絞んでいってしまうから、これを一つのステップに何かいいことをして世界を良くしていこうという活動で、 えー、じゃあ,あ、家族大切、あのね、えー、もう、みんな見向きもしない、心を病んだ、あ精神病のおじさんとこに行こうって電話したけど出なかった。ね、悲しいね。そう、優しさって伝わらないんでね。いくらこっちがいくらね、彼のことを思ってやったところで伝わらないって、この伝わらないっていう経験が、 あ我々を成長させる、うまくいかない、どんなに愛しても、ね、何をやっても、そう簡単には届かないんだ。ね、自己まで終わってしまうんだ。ねう、そこで必要なのが演技力って、ね。あ、終わっちゃう。はい、I love you, シェネです。